はい、ルチミです。今日はね、新しいシリーズやっていこうと思います。で、それは何かっていうと、生まれてきたからにはやってみた。みんなね、なんか理由があって生まれてきた人とか、理由なんてない、ただ生まれてきた。あとはなんかご縁があって自分の両親のもとに生まれてきたとか、ただ偶然生まれてきたね。いろいろあると思うんだけど、考え方人それぞれだけど、一つだけみんなに共通してる真実は生まれてきたってこと、この世の中に。だからせっかく生まれてきたからには、今までやったことないことやってみようシリーズ。今日はね、第1回目なんでハードル低いやつ、私が今まで1回もやったことないことやってきます。じゃあ早速いきます。ちょっとね、恥ずかしかったけど、このチャンス騒動でみんな自宅いるから、街が空いてるからね、これはチャンス、やってみようと思ってやってみました。みんなもね、今までやったことないことやってみるとすっごい楽しくって気持ちいいよ。何がいいかっていうと、今度人に聞かれたら、あ、私、街中ですっごい大声で一人で叫んだことある。言えるでしょ。これね、自分のこと好きになるよ。自信つく。はい、じゃあこれも、コロちゃん対策の一環として。ピンチをリスクに変える。あ、違う。ごめん。ピンチをチャンスに変える。これでね、みんなも元気もらえたらよかったなと思って作りました。じゃあまたね。サブスクライブしてください。シェアもお願いします。